皆さんこんにちは、私です。夜番にあずよ、きさみだ。ホテルに泊まってて、で、その一泊した日の朝ですね。はい。で、今日は、まあメイク動画を撮ろうかなと思ってて、その前にまあお湯に浸かってね、ちょっとむくみとか撮ろうかなって感じです。お風呂に入ってきました。今日はね、最近買った、まあ、ものを使ってメイクをするのと、まあ、昔のやつも使うわけなんで、するのと、あとなんかそれの紹介をしていこうかなと思います。まず最初ね、このブラシ。ちょっともうブリーチもやから毛が切れちゃうんだけど、このブラシ。バリ普通のブラシやねんな、プラスチックの。なんだけど、なんかね、ここにね、バームみたいなのが入ってて、まあ、ここの、ここキャップがついてスライドして使うんだけど、アマゾンで500円ぐらいで買いました。なんかレビューが良かったので買ってみました。で、ここにバームがついてるから、こう髪の毛のね、パサつきとかを抑えるみたいな、このなんていうの、バームのおかげで、ほらで、なんかワックスっぽいあれなんだけど、ベタベタはしなくって、ツヤツヤもしないんだけど、なんか不思議なバーム、なんかシリコンとかではない気がする。で、メイクをしていくんですけれども、お次ね、このヘアピン、なんか何の変哲もないヘアピンなんだけど、結構大きめのサイズで、で、これはドンキで買ったんですけど、こうやって前髪をね、こう立ち上げるために使うヘアピンなんです。こうやってこうやって、で、これをまあしながら、まあ、メイクしたりとか、まあなんか準備とかしてて外したら前髪がふわってこう立ち上がるのね。で、これすごいお気に入り。あのね、僕今までなんか適当なピンを使ってて前髪ピッて止めたりとかしてたんだけど、これね、かなり楽、大きいし、なくしにくいし。じゃあお次ね、やっていきます、メイク。こちら、お次使うのこちら、化粧下地ですね。プリマヴィスタのスキンプロテクトベース皮脂崩れ防止オイリー肌用ってやつで、僕はぶっちゃけゴリゴリのオイリー肌ではないんだけど、やっぱあの T ゾーンとかがバカテカるのでね、で、まあ別にめちゃめちゃ気にしてたわけではなかった。正味なんかまあメイク直すとかしたらどうにかなるんじゃないとか思ってたんだけど、下地からブロックしていきましょうやっていう話ですよね。うん、若干トーンアップする感じ。誠に残念なことに、僕ちょっと今回カラコン持ってくるの忘れたんで、裸眼になります。そしたらお次、この、ベースメイクですね。ルナのコンシーラー使って、ちょんちょんってして、適当なパフを使って、伸ばします。ずっとなんか Vlog っぽいのを撮り続けてたイメージがあって、自分の中で。で、撮影のあれ的にもあんまり撮ってはないんだけど、アップロードしてるのが多分そういうあれなのかな。こんな感じ、目の下この方の部分を明るくしてくださいね。そしたらもうコンシーラーはこれだけです。最近ちょっと肌の治安がいいのでね。で、お次こちら、ティルティルのやつ。クッションファンデ黒21番で、以前このねシルバーの方を使ってたんだけど、やっぱり塗った時のツヤ感とかはいいんだけど、自分的にはなんか肌のその混合肌的な感じ、その油分の出方とか崩れ方的には微妙やったので、塗りたてはめっちゃいいねんけど、だからやっぱりこの黒に戻しました。で、黒はまあマスクにもつきにくいっていうぐらいちょっとまあマットな感じなんだけど、もうそれぐらいがちょうどなんかなみたいな。で、あと僕最近ちょっと毛穴を気にしてるので、やっぱツヤって綺麗けど毛穴がすごい目立ちやすいって言うやん、そのなんていうの、反射で、光の反射で。で、今泊まってるホテルの近くってか目の前が電車なんですよ。めっちゃ電車の音鳴っててうるさいんですけど申し訳ない。現在朝の9時過ぎぐらいなんですけど、もう電車が再開してるじゃないですか、余裕に。コーセーのメイクキープパウダーかっこフェイスパウダーってやつです。で、これ確かあのね、ミストが有名だったんだよね。メイクキープミストが有名だったんだけど、なんかそれのパウダーバージョンが出たっつーことって買いました。で、僕普段はパウダー使わないんですけど、この時期もほんまにあの汗がもうやばくって、皮脂も出るやん、それでっていうので、もう最近はちょっとパウダーしてます。で、今ちょっとバフに取ったやつをちょっとなじませて、目の周りだけ先にやります。こうやって、でその後にフェイスパウダー用のブラシがあるので、それでちょっとまあなじませるっていうか落とす感じ。
そしたらね、アイメイクはまたまた最近こちら使ってます。ロム&の、ベターザンアイズ M02 番。アイメイクとかは基本的に変わってないですね、僕。っていうか前回の V6 からやったんですけど、僕髪の毛かなり明るくなったんですけど、どうですかで、昨日はもう夜中の3時半までちょっと作業してました、あのホテルで。パソコンの作業なんですけど、でこの動画が上がってる頃から、上がるのがいつ頃になるかわかんないんですけど、あの7月の中旬、僕のブランドのね新作が出るんですね。それのまあ撮影のあれ組んだりとか、あとまあ商品のね画像だったりとかっていうのを今ちょっとやってて、別にめちゃめちゃ時間がないとかではないんですけど、やろうって思った時にやった方が仕事めっちゃすぐ終わるじゃないですか。でね、このホテルがねすごい珍しいことにチェックアウトが12時なんですよ、お昼の。だからまあ時間はあってゆっくりできるんですけど、まあちょっとこっちとしても早出たいなっていうあれがあるんで、まあちょっと急ぎ目。もうなんか3月からずーっと忙しくって、何かしらの何かがあって今年の上半期はすごかったなって感じですね。あ、もうすぐ7月やからちょっとこういう話するんですけど、なんかもう2023年の半年が終わるんやと思ったら、早いくねーみたいなみたいな。今年のね1月にうわーもう2023年かみたいな、成長したかなとかいろいろ思ったんだけども、どうなったんやろうとかってすごい焦りもあったんだけど、もうその2023年も半年が終わるってやばい。ノーズシャドウはキャンメイクのやつですね。もうこのブラシがもう鼻にフィットすんのよ、このここのラインとか。ほいだらね、最初にやったこのフェイスパウダー顔面の方にもやっていきます。なんか結構海外の人とかさ、こういうパウダーをさ、なじませずにもうなんかまばらについたまんまメイクして、最後にこうブレンディングっていうのをなんか落としていくみたいな人も多いじゃん。なんかまあそういうテクニックはまあもちろんありませんよって話でまあこういう出来ですね。今日はちょっとして仕事して、で家帰ったら、家にねそのハンガーラックっていうの、僕 家洋服多すぎて、そのラックをね新しいの注文したんで、それが届いてるはずなんで組み立てて、でハンガーもねまた20本30本か追加で買ったので、綺麗にハンギングしてって感じで、ちょっとお部屋の改造もあります。で夜は友達とご飯行くので、ちょっと大変な一日。てかね、ついこの間ね、何日前って感じ、4日前ぐらいに会社のねお店のスタッフたちとフリマをしたの、フリマイベント。でその時もうたくさんの人が来てくれて、買ってくれてありがとうございますって感じなんだけど、もうそこでもね大量に売ったののに、まだ家に服があって、まだハンギング、ハンガーかけれないぐらいのスペースの洋服があるんですよ。どういうことと思って、なんでと思って。でなんか毎回そのフリマするとき、まあそのスタッフさんたちと仲いいからね、みんなで一緒にやるんだけど、そのたんびに、なんでしげちゃんそんなにさ服多いみたいな、こっちが聞きたいんですけどとか思って浪費とかではないと思ってんね、自分の中ではその洋服を買うっていうことはもう必要経費ではないんだけど、必要なことだから、全然何の苦もないし、直そうとも思ってないんだけど、洋服を買っちゃってるのね。それでもうほんま毎回増えるのっていう話。それでまあ今回その家のねラックももう足りないよ、ハンガーとかもどこにあるんですかっていう状態やったんで、もう新しくね設置しようと思って買いました。うん、このラッカのね今チークを塗ったんだけど、紫色なの、ハッシュって色、ラッカのチークハッシュって色なんだけど、もうこれが若干パープルみも見えるんだけど、基本的には顔のなんていうの、透明感を与えるっていう感じなんで、
めちゃめちゃ肌が綺麗に見えるので本当にねおすすめです。来たらお次は、リップですね。リップはねこちらを使います。でこれはねツイッターで整形外科の方がまあこれを載せてました。でその人が載せてたアイシャドウとかチークとかリップとかがもう全部自分好みの色だったので、なんかもしかしたらなんか好みめっちゃ似てるなこの人とと思って、女性なんだけど、うわーと思って、まあ、リップを見てたらちょうどこのシャネルのやつの色がもうマジで可愛くてえっと思ったから、もうその次の日にシャネル行って買いに行きました。はい、で5000円ぐらいやったかな、うん、高いよねちょっと。名前はねルージュアリュールラックの63番です。このデザインがあんまないからこれこうやって見せていくの、これの63番って言ったらいいかも。もうこれがね何とも言えないピンクベージュ、でちょっとこの上唇当てて伸ばす。ただこれちょっと派手にしやすいのでご注意ください。めっちゃ色可愛くない？まあ、重ね付けするとちょっと色濃くなっていくんで、あの調節は己でするんですけど己でしてほしいんですけど、色味めっちゃ可愛くない？しかも僕もここ1年ぐらいもう唇売ってないんですよ、フィラーとかのに、これなんかすごいプルーンって見えるんだよね。でなんかまあテクスチャーはあんまりなんかマットでもないしツヤでもないみたいな、セミマットみたいな感じかな。塗った時はもちろんこうツルツルな感じなんだけど、塗り終わってちょっと時間経ってからめっちゃマットになるかって言われたらそうでもないねんな。で多分セミマットっぽい、ちょっとまあルージュって言われてるもんな。で色持ちはまあ良くもなく悪くもなくって感じかな。グラスとかでこう飲んだりストロー飲んでもやっぱつくわな。でタバコ吸ってもやっぱちょっとつくから、まあ色持ちはあんまり良くないねんけど、色持ち以上に色がいいみたいな、うん。で僕はその上にねこちら、もうこれはどんな色やと思うんですけど、ロム&のグラスティングウォーターグロスっていうの、このまあプランパー入りなんとかみたいなやつなんだけど、でこれ普通売ってる色こんな色なくって、透明の色を買ったんだけど、何で見たんやったかな、 YouTube のリール動画かなんかで見たんだけど、なんかここにちょっとアイシャドウを入れて色を作って、なんかクチ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 って混ぜて完成みたいなやつがあって、でそれを真似して作ってみました。でもうこんなぐらい使っとったんやけど、いらんかなと思ってたんでちょっと作ってみました。で自分は中にちょっとブラウンとちょっとピンクを入れました。でこれアイシャドウやからさ、正味なんかあんま良くないんじゃないかってなるかもしれんけど、まあ自分の口なんでと思って、これをこの上に塗ることによってなんかちょっとこうベージュ感、ブラウン感が出るよねっていう。うん、面白そうって人はよかったら作ってみてください自己責任で。はい、でこの立ち上げのあれを取るとね、こうやって前髪がこんな感じで立ち上がるので、まあ本来ならここでドライヤーと、まあ、あのブラシを使っていい感じでもっとカール作ったりとかするんですけど、まあ、今日は自分はもうちょっと仕事してあと家帰るだけなので、てな感じで僕のね最近のメイクはこんな感じです。はい、もうマジで何の変哲もないっていうか、あっつ、何の変哲もない感じなんですけど、いかがですか？あとカラコンをしてないのでね、カラコンをしたらもっとなんかこう雰囲気出るんじゃねえかなと思ったりはするます。それではですね、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。なんかね最近ねビエンナちゃんとかテンチムちゃんの YouTube をめっちゃ見るのね。そしたらあの方々さ、よくあのほら海外に住んでたりさ、海外に行ったりするじゃん。それ見てさ、海外行きたすぎて、で一旦僕タイバンコクに行きたくて、今ねいろいろ調べてるの。あかんわ、もう仕事しなあかん。バイバーイ。